Yeah.
Yeah!
でさ、バッチリうまくいったってわけ。へえ、それ本当？本当本当。ダルマスカと帝国の友好ですか。頭では分かっているの。
今のところ対戦を防げる唯一の手段だわ。でも私に力があれば、そんな屈辱。我々にとっては恥でしょう。しかし民を救われます。あなたは受け入れられるの？私はベインに利用されて名誉を失いましたが、今なお騎士の誓いを忘れてはおりません。人々を戦乱から守れるのであれば、どのような恥であろうと甘んじて背負います。国を守れなかったその恥に比べれば。みんな帝国を憎んでいるわ。受け入れるはずがない。希望はあります。あのように手を取り合う未来もありえましょう。笑うなよ。元老院が何を企もうと、ベイン殿の失脚などはありえん。参謀本部をはじめ、軍部はベイン殿の指示だからな。あのお方こそ、帝国の敵を討ち滅ぼす剣だ。経緯は2年前のゼクトに似ているな。ベイン殿の力を信じて従った彼がどうなった？ナブディスで消息不明ではないか。ジャッジゼクトへの愚弄は許さん。彼は誠の武人だった。その彼が信じたベイン殿を疑うというのか？かつて実の兄君らを斬った男だ。人とは思えん、非情に過ぎる。非情だと？大いに結構。たとえ肉親であろうと、反逆者は容赦なく撃つ。帝国を背負う者のあるべき姿ではないか。おめでたい男だ。ザルガバース、まさかケイも信じているのか？あのお二人が反逆など。それがグラミス陛下の結論だ。口を慎めドレイス。あの事件はとうに終わった。ご一同、召集令です。ベイン殿がご到着なさいました。受けたまわった。ラーサー様はブルオミシェスに向かわれた。大僧侶に働きかけて反乱軍の動きを封じるおつもりだ。オンドールが諦めるとは思えんが、反乱軍の行動が多少なりとも鈍ればよい。これでロザリアの侵攻も遅れ、我が国が備えを固める時間を稼げる。グラミス陛下の狙い通りか。ともあれ、頼もしい成長ぶりではないか。元老院の脳なしが驚く顔が目に浮かぶ。あの老人ども、幼い皇帝を陰から操る気だろうが、ラーサー様は人形で終わるお方ではない。そうだ、元老院が望んでいるのは人形の皇帝だ。元老院がヴェイン殿の才能をどれほど憎んでいるか思い出せ。ラーサー殿が自分たちの思い通りにならんと知れば、元老院は手のひらを返して潰しにかかる。まずいな。陛下にも報告しておく。ガブラス、ケイと私でラーサー様を守り抜く。いいな？うん。
おら。
んだこれ。ゴルモアの森が拒んでいるのよ。私たちを。私を、頭ね。何する？ていうか、どうすんだよあれ。寄ってくんだな。ええ。過去は捨てたんじゃないのか？ねえ。他に方法がないから。ねえ、ちょっと。あなたのためでもあるのよ。ん？焦っているでしょ。浜関がそうさせているの。あなた意外と顔に出るのよ。つまりどういうこと？こういうことよ。この森に暮らすビエラの力を借りる。もしかしてここってフランの？今の私は招かれざる客よ。この先の里にミュリンという子がいるわ。呼んできて。私が行かなくてもミュリンなら分かってくれるか。